はい、皆さんどうも、サワディーカー、ともです。いつもともさご覧いただきありがとうございます。普段はタイ入国に関するニュースをお伝えしているんですけれども、本日は日本への入国に関する最新情報を中心にお伝えしていければと思います。ぜひ最後まで動画をご覧いただければと思います。で、早速なんですけれども、本日の内容は3つになります。まず1つ目が7月の15日に更新されました日本への入国に際して取られている、水際対策措置の、対象国の最新リストについて。2つ目が日本入国後の隔離ホテルの日程や状況について。3つ目が8月1日から実施される、在外邦人に対する日本でのワクチン接種についてお伝えしたいと思います。まず1つ目です。1つ目は、新型コロナウイルスに関する日本の水際対策強化措置に関わる変異種指定国地域の一覧が7月15日に更新されましたので、そちらの最新情報をお伝えしたいと思います。まず私が住んでいるタイからなんですけれども、タイから日本へ入国する場合は検疫所の宿泊施設で入国後3日間の待機が必要となっています。タイ国内もコロナウイルスの感染拡大が続いているので、今回の更新で3日から6日になるかなと思ったんですけれども、3日間据え置きとなっています。その他、7月15日付の変更内容といたしましては、まずロシアのモスクワ市からの日本入国後の待機期間が3日間から6日間に延長されています。次にコスタリカ、ドミニカ共和国、ナミビア、ロシアのサハ共和国からの入国者に対しては、今まで入国後の待機期間というものはなかったんですけれども、3日間の待機が必要となります。最後にベトナム、スイス、ラトビアからの入国者は、これまで入国後3日間の待機が義務付けられていたんですけれども、今後は待機なしで、入国後14日間の自宅等での自主待機のみの対応となります。これらの変更を踏まえて、7月15日付の一覧に記載されている国はご覧の通りとなっています。まず入国後10日間の待機が必要とされているのが、アフガニスタン、インド、インドネシア、キルギス、ザンビア、スリランカ、ネパール、パキスタン、モルディブの9カ国になっています。で、次に入国後6日間の待機が必要な国については、アラブ首長国連邦、ウガンダ、イギリス、バングラディッシュ、マレーシア、ロシアのモスクワの6カ国となっています。最後に入国後3日間の待機が必要な国に関しては、タイやフィリピンなどの38カ国となっています。で、これらのリストは定期的に、更新されていますので、最新の情報は日本大使館からのメールや外務省のホームページなどをこまめにチェックすることをお勧めいたします。続いて2つ目です。2つ目は日本入国後の隔離ホテルの最新情報になります。7月に入って会社の先輩だったり、あと友人が、相次いで、日本に帰国しているんですけれども、情報提供にご協力いただきましたので、3日間のホテルでの滞在日程や、どういう食事が出るのかなどを、紹介させていただきたいと思います。まず成田空港に到着した先輩は東横インの成田空港に宿泊しました。また羽田空港到着で帰国した友人はホテルビラフォンテーヌ羽田空港に宿泊しました。羽田空港では宿泊するホテルについての情報はホテルへ向かう送迎バスの中で言い渡されるそうで、いつになったら言い渡されるのか不安になったというふうに言っていました。先輩は、成田空港内で唾液検査の結果待ちの際に、宿泊するホテルについては言い渡されたそうで、各空港によって少しオペレーションが違うのかなというふうに感じました。で、次に、ホテルの滞在日程に関してなんですけれども、こちらは東横イン成田空港の情報をベースに、皆さんにお伝えしたいと思います。まず日本に到着したその当日がホテルへの入所日になるんですけれども、そちらを0日目というふうにカウントします。0日目は入国審査などを終えたら送迎バスでホテルに向かいまして、ホテルで入所受付チェックインを行います。その際に誓約書に署名をして提出することが義務付けられているそうです。また入室後は滞在のしおりなどの書類を確認して、滞在中の注意事項の確認や健康チェックっていうものが義務付けられているんですけれども、そちらの登録などを行うそうです。続きましてホテル待機1日目になります。1日目は朝8時頃までに健康管理チャットにご自身の健康状態について記入して提出を行います。とこちらの写真のように、LINE のやり取りの画面のようなチャットになっています。もしスマホがない方については内線でホテルの係の方に健康状態などの報告が義務付けられているということです。1日目の12時までに退所バスの希望についてという3日間の待機が終わった後に空港まで送迎してくれる無料バスの予約を行います。選択できる時間は3つしかかないそうです。1つ目は3日目の16時、2つ目が3日目の18時、3つ目が翌日4日目の午前10時になります。唾液検査の結果が出る時間が、その日によってまちまちで、成田空港から遠方の方はそこから帰ると遠くなってしまうということで、もう1泊希望者はできるそうです。続きましてホテル待機2日目なんですけれども、朝8時までに健康管理チャットで健康状態の報告をして、それ以外は特に特記事項はありませんでした。で、最終日3日目なんですけれども、3日目は朝7時までに、唾液の検査キットが部屋に届きますので、ご自身の唾液を採取して7時15分までに採取の完了を行う必要があるそうです。で、7時15分頃に係の方が回収に回ってきてくれるそうなので、そちらで提出して、あとは結果を待つという形になります。で、その後午後に検査結果が出ましたら、ご自身が予約していたバスに乗って、それぞれ到着した空港まで送っていただけるという流れになるそうです。先日まで宿泊していた先輩のコメントとしましては、東横インでは、コンビニでの買い出しサービスっていうのもやっていただけるそうなので、足りないものについての買い出しなどは、結構便利らしいんですけれども、支払い方法が、日本円の現金のみだそうで、日本円に換金していない方はそのサービスを使えないそうなので、もし、買い物を依頼したい方がいらっしゃれば、日本円に少し換金してご帰国されるのがいいのかなというふうに感じました。その他滞在のしおりなどに書いてある、内容について何かご質問とありましたら、コメントなどいただければと思います。最後に3つ目です。3つ目は8月1日から始まる、在外邦人の日本でのワクチン接種に関するニュースになります。こちらの予約については、特設サイトで、インターネット予約ができるようになるんですけれども、それが、7月19日月曜日の日本時間12時、またタイ時間10時から開始予定となっています。特設サイトのページについては動画の概要欄に貼っておきますので、ご希望の方はぜひご確認いただければと思います。まず接種対象者になるために3つの条件があります。で、まず1つ目は、在留先におけるワクチン接種に、懸念等を有している日本人または再入国許可を受けている外国籍の方の一部になります。続いて2つ目は、日本国内に住民票を有していない方。3つ目は、ワクチン接種を受ける時点で満12歳以上の方。また注意事項としましては、今回のワクチン接種が初めての新型コロナウイルスワクチン接種であり、2回の接種を想定している方となります。続きまして、ワクチン接種が受けられる期間についてなんですけれども、こちらは2021年の8月1日から2022年の1月上旬までと予定されています。またタイから日本に帰国する便については、8月の便は予約が非常に取りにくい状況になっていたり、日本政府が1日に日本に入国できる人数を2000人までと制限していることもありますので、ワクチン接種の申し込みが完了してもフライトが予約できないという問題が生じる可能性があります。こちらのワクチン接種プログラムへ申し込まれる際には、同時にフライトの方もご確認いただくことをお勧めしたいと思います。次に接種会場についてなんですけれども、こちらは2箇所設定されていまして、成田空港と羽田空港になります。1回目と2回目が異なる会場でワクチン接種を受けることが可能となっています。時間としましては、毎日10時から13時、14時から17時となっています。こちらも注意事項なんですけれども、現在は水際対策措置が非常に強化されている時期とのことで、検疫の通過に4時間から5時間かかる可能性があるため、ワクチン接種の予約についてはフライトの到着時刻の5時間後以降を推奨するというふうに言われています。で、こちらの時間の割り振りなどについては後ほど詳しく説明したいと思います。その他の条件については、今回のワクチン接種で使用されるワクチンについてはファイザー社のワクチンになります。で、1回目の接種後3週間の間隔を空けて2回目の接種を予約する必要があります。ワクチンの費用については今回無料となっているんですけれども、渡航費用や日本での滞在費用については自己負担とのことです。最後に、空港に到着してから接種までの流れが5つのパターンに分かれていますので、各国から、日本に到着する便の時間帯だったり、ご自身のご希望の、ご帰国の日程などを照らし合わせてご確認いただければと思います。1回目の接種タイミングの5つのパターンについてそれぞれお伝えしていこうと思います。まずパターン1です。で、こちらは英州指定国地域以外からの入国者で、日本到着が12時より前の場合は当日にワクチン接種が可能となります。続きましてパターン2です。パターン1と同様に編集指定国地域以外からの入国者で、日本への到着時刻が12時より後の場合は、日本到着の翌日にワクチン接種となります。続いてパターン3です。今度は編集指定国地域からの入国者で、日本入国後の待機期間が3日間と6日間の場合は、到着日の翌日から起算して3日目または6日目のワクチン接種になります。例えばタイからの入国もこちらに該当するんですけれども、仮に8月1日にタイから日本に入国した場合は入国日を0とカウントしますので、待機期間3日間が終わった8月4日にワクチン接種となります。1つ目のパートでもお伝えしたんですけれども、この変異種の指定国地域については定期的に更新されていますので、最新の情報をご確認いただければと思います。続きましてパターン4です。こちらも変異種の指定国地域からの入国者で、日本入国後待機期間が10日間の場合は、待機ホテルに宿泊中週2回月曜日と金曜日に医師が巡回して、ワクチン接種をしてくださるそうです。ただこちらは非常に枠が少ないということで、その他のオプションとしては待機期間10日間が終了した後に到着した空港で1回目の接種を行うという選択肢もあります。最後にパターン5です。すでに日本に帰国済みの方で14日間の待機期間が終了している方については、ワクチン接種の予約を申し込んだ対象の空港に行ってワクチン接種を受けるという流れになっています。ワクチン接種後はワクチン接種記録書というものを受理するんですけれども、そちらがワクチンを接種したという記録になりますので、紛失しないようにしていただければと思います。また2回の接種後に外務省に申請すればワクチン接種証明書を取得することもできます。以上が在外邦人の日本でのワクチン接種の概要となります。私もこちらの制度を利用しようと検討しているんですけれども、実際海外に在住の日本人の方は私の妹も含め仕事の関係でしたりとか、小さいお子様がいて長距離の移動への負担だったり、あとは移動中でのコロナへの感染のリスクの不安視など、さまざまな理由で日本に帰国できない方がたくさんいらっしゃいます。先日Twitterなどを中心に、在外邦人の現地日本大使館でのワクチン接種を希望しますというハッシュタグが先日拡散していて、非常に多くの方が日本への帰国が困難で現地での接種を希望しているというふうに感じていまして、 NHK などにも取り上げて日本でもニュースになっていたんですけれども、現在の日本政府の対応としてはさまざまな理由でそのようなことはできないというふうな回答になっていたかと思います。在台のフランス大使館やアメリカ大使館、オーストラリア大使館などは在台の自国民に対してワクチン接種の行為を提供するっていうふうに発表していますので、こういう動きが各国の日本大使館でもあることを強く願っています。はい、少し長くなってしまったんですけれども、本日の動画以上となります。普段はタイに関する入国情報だったり、旅 Vlog や生活情報について、発信していますので、タイ好きや旅行好きの方、またはこれから、タイに旅行に来る予定の方や、移住予定の方などは、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さわでぃかっ。